この馬娘のプリティダービーツインハースの第2弾が出るらしいですね。でね、第2弾では SSR のサポートカードがあるらしくて、 SSR のサポートカード出るんならさ、タズナさんとかね出してほしいな。タズナさんの SSR サポートカードが本当にラインナップに入ったら、それ5枚引くまでボックス買いますね。ボックス買うとまではいかなくても、シングルカード市場とか探して5枚集めて、で貫突しますわ。はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしでございますか。今回は開封動画になります。で、今回開封するものなんですが、こちらになります。ドラゲーン来ました。ウマ娘プリティダービーツインウェハースの第2ラウンドですね。今回はこちらのね、ウマ娘のツインウェハースの第2弾を1パック2パック3パック4パック5パック6パック7パック8パック9パック10パックというね、はい、ウマ娘プリティダービーツインウェハース第2ラウンドを10パック開封して10連ガチャ動画やっていきたいと思いまーす。で、このウマ娘プリティダービーツインウェハースっていうのが一体どういう商品なのかというと、まあ、ウマ娘っていうその実在の競走馬を擬人化したウマ娘と呼ばれるキャラクターたちがたくさん出てくる作品があるんですけど、そのウマ娘たちのカードと、ツインウェハースですね、ウェハースのセット商品ですね。はい、第1弾のねカードちょっと出しますけど、こんな感じの馬娘たちのカードがたくさん入っているんですね。で、こういうカードにウェハースをセットにして売っている商品というのがこちらの馬娘プリティダービーツインウェハースとなっております。まあ、商品名がねツインウェハースなので、こいつらのね、そのメーカー側の立場的にはウェハースがメインですよみたいな面してるんですけど、まあ、僕らとしては完全に馬娘のカード目当てで買う感じの商品ですね。はい、なのでウェハースのおまけにカードがついてくるっていうよりは、カードのおまけにウェハースがついてくるっていう感じのね、そんな感じの商品になっております。まあ、でもね、ウェハース美味しいからね、そう、これはもうついてくるだけ完全にアドバンテージを得ているっていう感じですね。まあ、でもこのウェハース目当てでさ買うって言ってる人はそれはもう完全にむっつりだからね、あくまで馬娘目当てで買ってるので、そこだけはねちゃんと自分に正直にならないとねいけないよね。そう、僕馬娘のカード興味ないけどウェハースたまたま食べたくなったんでこれ買っただけですとか言ってるやつは、それはもう完全にむっつりですね。だったら普通のね、ただのウェハース買えばいいじゃんっていう感じなんで、はい。で、まあ、こんな感じで、馬娘たちのビレーカードをコレクションというね、カード1枚入り全28種。で、チョコウェハースが2個入りというね、はい、そんな感じの商品になっております。で、これね、商品の仕様がめちゃくちゃ良かったんですよね。そう、チョコウェハース2個入りなんですけど、これがね、個包装になっていたりとかして、商品の仕様がめちゃくちゃ良かったんで、もうこれ第2弾がね、出るって聞いた瞬間に、ボックスで予約しましたね。で、ボックスで予約したんですけど、この動画撮っている段階では、まだね、ボックス届いてないです、手元にね。じゃあなんで今この10パックあるのっていうのかというと、これはもう店頭で見かけた時に買ってきました。はい、店頭で見かけた時にボックスが届くの待ちきれないから買ってきました、10パックね。そう、経済回しちゃいましたね。また俺何かやっちゃいましたみたいな感じでね、経済回しちゃいましたね。仕方ないじゃんね、ボックス届く前でにさ、僕がね、例えばなんか今こう喋ってる間にさ、いきなり隕石が降ってきて僕ね、この場でさ死ぬかもしれないわけじゃないですか。その届くまでにさ、待っている間に僕の命がなくなるかもしれないってこと考えたら、もう今すぐ開けたいよね。今すぐ開けたいから、もう今すぐ店頭であったものを買ってきたっていうのはね、もう自然の摂理で、経済も回る、いいことずくめ、ウィンウィンですね。はい、という感じで、もう今回はね、とりあえずボックス届くまでにね、この10パックをね開封して10連ガチャをねやっていこうかと思っております。で、ラインナップなんですけど、カードラインナップは全28種類で、キャラクターカードが勝負服と制服と2種類あります。で、勝負服の方は白押しプラスホログラムっていうね、かなり豪華な仕様になっていて、制服の方は、テンプレートの背景にキャラの立ち絵をね載せている感じのデザインになってますね。で、キャラクターカードはオグリキャップ、テイエムオペラオ、シンボリルドルフ、エアグルーブ、タマモクロス、ファインモーション、エイシンフラッシュ、名称ドット、里のダイヤモンド、北サンブラックが勝負服で、制服の方はマルゼンスキーに、藤木関に、必死アマゾンに、必死アマゾン、エルコンドル、パッサーに、ネジロライアンに、ゴールドシティに、スマートファルコンに、当選ジョーダンに、ハルーラに、ナイスネイチャというね、そんな感じのラインナップになっております。制服のナイスネイチャ欲しいね。勝負服じゃないとこがいいよな、ナイスネイチャー。むしろね。むしろ、勝負服じゃなくて制服に収まっているところがいい感じしますね。はい。で、今回ね、サポートカードが、前回はね、SR のサポートカードしかなかったんですけど、サポートカードのね、仕様もまためちゃくちゃいいんですけど、今回そのサポートカードになんと SSR があるんですよね。これがマジで熱い。これマジで熱いですね。で、SSR のラインナップが、夢は掲げるものなのだ、3ビースと書いてようと、
エースとしてメジロマックイーンと花嫁たるもの川上プリンセスと、でこれですね、ようこそトレセン学園へ早川手綱っていう実在の競走馬を擬人化した馬娘たちが登場する馬娘という作品のカードであるにもかかわらず、早川手綱というね、完全にオリジナルキャラがラインナップに入っているっていう、びっくりしよう。でも僕この早川手綱の、早川手綱の SSR のサポートカードがマジで欲しいんですよ。マジで欲しいの。マジで欲しいから、今回はね、それ目当てで、もうこれ1点狙いでね、やっていきます。はい。回していきます。ガチャ回していきます。まあ、あとはね、SR のサポートカード、アグネスデジタルとか、マンハッタンキャフィーとか、シンコウインディとか、シリウスシンボリとかね、が出るみたいですね。はい。とにかく今回はこの、早川手綱の SSR 狙い。早川手綱の SSR 狙いです。もうこれだけ、これ、本当にこれだけ欲しいです。これ欲しさにボックス予約したと言っても過言、いやそれは嘘ですね。ボックスはもう出た瞬間に予約したので、ラインナップのことね気にせず予約したんですけど、もう今回この10パック買ってきたのはもうこれ引く目当て、これ引く目当てで、はい、買ってきましたので、まあこのね馬娘のプリティダービーツインウェハース第2弾ですね、その SSR のさ、SSR のね、サポートカードの仕様とかも含めてかなり楽しみにしておりましたので、まあ、今回はね、とりあえず10パックですね、ボックスが届くまでにとりあえず10パック開封して10連ガチャやっていきたいと思います。そうでね、開封前にちょっと言っておきたいんですけど、僕、ウマ娘のゲームはもう今全然やってないんですよね。引退してかなりね、月日が経っているんですけど、全然知らないキャラが出てくることも多分あると思います。僕がやってた頃には実装されてなかったキャラとか、僕がね、サポートカードとかでもイベントで登場してるのを見たことないキャラとか、全然知らないキャラ出てくることもね、まあまああると思うんですけど、まあその時はね、本当にキャラについてはね、全然触れられないと思うんですけど、そこはね、ちょっとご容赦いただきたいですね。まあ、でもいいよね。可愛い女の子のキャラのさ、カードが出てきたら、それだけで勝ちだからさ、そう、可愛い女の子のカードが画面に映った時点で勝ちなんで、まあ、僕の言葉なんてね、もう正直いらないと言っても過言ではないからさ。そう、あとね、開封前にちゃんとね、こう、パックの中のカードとウェハースが下に落ちていることをね、確認した上でハサミを入れないと、カードの包装フィルムが切断される可能性があるので、そこは気をつけた方がいい。そして、これはね、なんとね、こう、ウェハースが個包装になっていて、これほんといいよな。これほんといいんですよ。この個包装のウェハースが2本入っております。これほんといいですね。そう、このおかげで僕は前回のね、第1弾のこのね、ウマ娘のツインウェハース、こんだけ買ったわけですよ。で、こんだけ買うとウェハースめっちゃ余るわけですね。で、そんないっぺんに食い切れないじゃん。食い切れないけど、こうやってね、包装されているおかげで、これをね、2ヶ月ぐらいかけて、少しずつね、おやつとして食べて、で、無事完食したっていうね、そういう経験があるので、これは本当にありがたいね。これのおかげで値段上がってるんだから、ちょっと値段下げてもらって、これはね、個包装にせずに、もう、そのままのさ、中身がね、剥き出しの状態でパックの中に入れてもらって、で、その分値段を落としてくれよっていう人もいるかもしれないけど、それは完全にこれをね、消化するつもりがない人の言うことですので、それも完全にウェハース捨てるつもりの人のね、言うことを言っても過言ではないから、僕はこの仕様はもう本当にね、最高にありがたいですね。そう、しかも今回たくさん買っちゃったからさ、こんなんで2、3ヶ月かけてね、じっくりと食っていくしかないよね。はい、そんじゃね、長くなりましたけど、最初の1パック、何が出る？とりあえず勝負服いきたいね。あるいは SSR のサポか。何が来る？何が来る？何が来る？ 1 パック目。これ大事だよ、1パック目。初めのパックだから大事だよ。この枠は、これは制服ですね。制服の誰？制服の誰？うらら！うららー！うららー！ジェロニモじゃん。春うららでございます。春うららいいよな。はい、でこんな感じでね、裏面にはプロファイルが載っていて、誕生日2月27日、身長140センチ、体重微増でも気にしないっていうね、体重は ね、あくまでこのね、やんわりとね、ごまかすんですけど、3サイズはもうバッチリ出していくっていう、このウマ娘カードのね、闇が垣間見えるね、春うらら。はい、春うららいいよな。春うららってさ、その春うららって、その競馬に興味がなくてもさ、知ってる名前の馬ですよね。僕はもう競馬に全然興味なかったんですけど、その東海帝王、オグリキャップ、あとメジロマックイーンもそうかな、まあ、東海帝王、オグリキャップ、ディープインパクト、ハルララあたりはね、競馬に全然興味なくてもね、なんかただ普通に生きてるだけでも勝手に名前が向こうの方から入ってくる感じのね、そんな名前の馬ですよね、ハルララ。まあ、ゲーム中でもね、非常にいいキャラですよね。こう何、走るのが楽しいからさ、勝ち負けとか興味ないみたいな感じで、ただ走るのが楽しいみたいな感じでやっているんだけど、その中で成長するに従って、でも勝ちたいみたいなさ、負けた、悔しい、勝ちたいみたいな気持ちが芽生えていくんだけど、
でも最終的にはまあそんなうまくいくわけもなく、まあ、やっぱりね負けちゃうけど、でもその気持ちをバネに馬娘として一皮むけるみたいなさ、もうそんな好きに決まってるじゃんね、そんな嫌いなやついないから、そんなストーリーね。でまあ人によってはね、ちゃんとその何でしたっけ、有馬記念でしたっけ、なんかをね勝つためにそのうららをね勝てる育成をするみたいなさ、そういうやり込みプレイみたいなこともしてる人もねたくさんいましたけど、そういいキャラしてますよね、春うららね。はい、というわけで1パック目はうららでございます。うららー、ジェロニモうららーっていうね、はい、うららでございました。これはなかなかねいい感じの、そう知ってる馬娘が来たのはねいい感じですね。そんじゃ2パック目いきたいと思います。2パック目のねこの一番でかく乗ってるこの子、この子自体僕知らないんですよね。この子って多分里のダイヤモンドですよね。名前すら怪しいんだよな。なんならこの子も知らないしな。この子も知らない。この子はエイシンフラッシュだっけ。でこれはエアグルーヴでしょ多分。でこれがシンボリルドルフですね。うん、エアグルーヴはわかる。シンボリルドルフもわかる。この3人怪しいんだよな。そう、それぐらい僕ね、馬娘ね、全然知らないんで、もう引退してからね、だいぶ長いんで、はい。で、ウエハースからのウエハース、ウエハースからのウエハース、はい、ウエハース2本出して、さあ来い、2バック目、2バック目、来い、来い来い来い、いいの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 来い、何これ、何これ、何これ、これさ、これさ、勝負区っぽくない、これ勝負区っぽくない、勝負区っぽいですね。知らないと言っていた矢先に知らない子が来た。サロのダイヤモンド、なんかめっちゃお嬢様っぽいね、森ガール。お嬢様、里のダイヤモンド。そう、このね勝負服なんですわ。これ勝負服カードってね、こうデザインがみんな違うんだよね。こう背景がこのね勝負服をイメージした背景になっていて、でこの名前のフォントがもうキャラによって全然違うんですよね。そう、東海帝王はこんな感じの東海帝王っていう感じで、スペシャルウィークはスペシャルウィークってこんな感じで、でウォッカとかになるとね、もうウォッカってさこんな感じで、ウォッカみたいな、ウォッカだみたいな感じのごっついフォントで入ってるんですけど、はい、里のダイヤモンドは優雅にね、里のダイヤモンド、サロのダイヤモンドみたいな感じの文字が入っている。いいね、すごいいいな、このデザインいいな、背景のこのデザインね、めっちゃお嬢様って感じするね。まあおそらくこのでこのねこの部分のひし形のマークがダイヤだから里のダイヤモンドって名前になったのかなと思われるんですけど、まあ、何分このキャラについて何も知らないので詳しく喋れませんけど、いやでもこんな可愛いカードのこんなピカピカのさカードが出たらさ、もうそれだけでいいよね、それだけで最高ですね。はい、里のダイヤモンド。プロフィール、誕生日は1月30日、身長は158センチ、体重増減なしですよ、はいはい、増減なしですよ、いいやつみたいな感じのね、うん、3サイズはこんな感じですと、はい、里のダイヤモンド。里のダイヤモンドってなんか思ったより足出てるね、思ったよりおみ足出てますね。はい、で袖はこういうね、いわゆる萌え袖というやつですね。そんな感じのデザインになっておりますと、めっちゃいいですね。やっぱり勝負カード最高ですね。勝負カードめっちゃ引きたい。はい、というわけで2パック目はね、里のダイヤモンド、このパックを飾る里のダイヤモンドさんがね引くことができました。ありがとうございます。そんじゃ3パック目ですね。はい、3パック目、このペースでさ、こんだけダラダラ喋りながら開封しててこの動画終わるのって思った方ねいるかもしれない。いつもこんな感じですんで、いつもこんな感じでダラダラ喋りながらやってますんで、はい、まあ2、30分ぐらいかけてねやっていきますんで、まあ、よろしければね最後までお付き合いいただければいいかなと思います。3パック目は、3パック目は制服カードっぽいですね早速ダブったか、うららー、はい、ジェロニモですね、うららー、あるうららでございます。早速ダブったな。いやでもいい、いい、こんなもん何本あってもいいですから、うん、2枚揃うことによってこうオーバーレイネットワークを構築することもできるし、こう、ね、分身影分身することもできるしね、はい、というわけでね3パック目はね春うらら。いやでもいいよ、春うらら可愛いからね、めっちゃ可愛いじゃん、ほらめっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ可愛いじゃん、うらら、はい、3パック目は春うららの制服カードでございました。でもさすがにねこのペースで被るのはちょっと今10パックしてないからさ、このペースで被るのはちょっと辛いね、はい、まあ、こっからはね被らずにやっていきたいと思います。4パック目、あのそろそろ1回サポートカード引いておきたいね。一発サポートカード引いて皆様にこのツインウェハースのサポートカードの素晴らしさをご堪能いただきたい。サポカ引きたいな、ここらでサポカ引きたいな。
はい、これ何、早速サボカじゃない、これ言ってるそばからサボカじゃない、 SR っぽいな、 SR っぽいですね。でもこれさ、なんかこう一回引っ込めたらさ、なんかチャキーンってあの虹色に昇格する演出出ない、虹色に昇格する演出出ませんね。はい、サポートカードはアグネスデジタル、やばい、限界オタク女じゃん、限界ウマ娘オタクが来やがったぜ。アグネスデジタル、デジタル充電中、はい、まあおそらくねライブとかに行ってるんでしょうかね、デジタン、アグネスデジタル、はい、こんな感じで、これね、あのゲーム中のサポートカードがそのままカード化されて入っているっていう、そう、これもゲーム中に存在するカード、ゲーム中に存在するそのものが手に入るっていう、あのオタクの好きなパターンのグッズなんですよね。そのゲーム中の、何、劇中に登場したものがそのまま出てくるっていうさ、その劇中のイラストとかを使ったグッズじゃなくて、劇中に登場するものがそのまま出てくるみたいな、そのキャラのイラストの入ったマグカップじゃなくて、キャラが使っていたマグカップがそのまま売られているみたいな感じで、そこゲーム中のサポートカードがそのまま手に入るっていうね、こうオタク大満足グッズなんですよね。これ最高ですね。まあ、こんな感じでね、第1弾の方にも、サポートカードたくさんあって、まあ、こういうのをたくさん入手することによって僕らはあのフィギュアとかにねこのサポートカード横に並べて育成みたいな感じのことをねしたりとか、まあ、あるいはね自分の部屋にこれ飾って自分自身をね育成したりとかできるんですけど、そういう感じのねサポートカードがあることによって僕の生活が華やかになってしまう、僕の生活が馬娘になってしまうというね、そんな感じのカードでございます。でやっぱりね1万円なので見栄えがいいですよね。はい、そんな感じでね、このサポートカードはね、このウマ娘プリティダービーツインウェハースの中でもね、かなり重要な位置を占めるカードですので、サポートカードマジで熱いですね。サポートカードマジで熱いです。はい、SSR の手綱が引きたいですね。はい、というわけで、4パック目はアグネスデジタルのサポートカードでございました。5パック目。5パック目。5パック目、ついに折り返し地点に到達です。早いね。折り返し点来るの早いよ。まだ10分ちょっとしか経ってないじゃん。もう永遠に開けていたいよね。永遠に開けていたい。やっぱね、これ、ウマ娘プリティダービーツインウェハースさ、開封する瞬間って人生で一番楽しいから。そう、今これ一番楽しいからね。人生で一番楽しい瞬間だから。明日はもっと楽しくなるね。へけっていう感じで、人生の一番楽しい瞬間を最高到達点を更新し続けている。何？サポカじゃない？これ。サポカじゃない？ SR サポカじゃない？昇格演出。チキーン！来ないですね。昇格演出ね。来ないですね。これ何？マンハッタンキャフィー。マンハッタンキャフィー。あれですよね。マンハッタンカフェって誰だったっけ？あの、タキオンとかと一緒にいた子でしたっけ？ちょっと覚えてないです。マンハッタンカフェあんまり知らないんで。はい。雨の独走。私の独走。独走と独走をかけている。インフンできてるね。雨の独走、私の独走みたいな感じで、ね、インフンできている。はい、ラッパー、マンハッタンカフェ。このイラストもね、いいよね。こうさ、本体は向こうを向いてるんですよね。本体の顔はあえて見せない。でも映り込みで顔を見せているっていう。そう、このイラストの構図の妙義ね。最高ですね。こんなんなんぼあってもいいですからね、こんな。こんな。あればあるほどいいですから、こんな。めっちゃいいよな、サポートカード。そう、無限に欲しいよね。ほんと、サポートカードだけでさ、このウマ娘プリティダービーツインウェハース、サポートカードしか入ってない段とか出してほしいぐらいですよね。はい。そんな感じで、マンハッタンカフェのね、サポートカードでございました。いいね、サポートカード増えてきたよ。いいよ、いいよ、いいよ。5パック目はマンハッタンカフェでございました。6パック目でございます。このパックのね、こっちのパックに載ってるキャラは結構知ってる。これ、北さんブラックでしょ？でこれが、オグリキャップでしょ、タマモクロスでしょ、うちでやろうやのタマモクロスに、これがテイエモペラオ、テイエモペラオだ、うん、この辺は知ってる。この子ちょっとわかんないですね。この子ちょっとわかんないですね。名前はちょっと出てこないですね。まあ、とにかくね、こっちのパックの子は結構知ってる。うん、オグリキャップ欲しいよな。オグリキャップ欲しいな。ほ、ほ、ひ、ふー。オグリキャップのあのほ、ほ、ひ、ふーって一体何なんですかね。あれ元ネタあるんですかね。ちょっと知りたいですね。で、ウエハースに、ウエハースに、ウエハースからの、何が来る？何が来る？そろそろ勝負服聞きたいよ。そろそろ勝負服聞きたいよ。そろそろっていうか常に勝負服聞きたいよ。制服カードですね。制服カード。これ何？誰？やべえぞ。やべえぞ。やべえぞ。ちょっと今ゾクッとした。マジ？マジ？うららー！
おお、ちょっと今回だけで3回もうららなんですけど、ジェロニモウララ。マジで。ちょっと、ブルーアイズアルティメットドラゴンじゃん、こんなの。3体融合。3連打やば、ちょっと怖くなっちゃった。何これ、何これ。いやさ、確かに店頭でさ、いろんなね、ところからつまんで買ってきましたよ、10パックね。だけど、こんなダブり方あるかっていう感じの、いや、まあいいよ、いいよ。うん、なんぼあってもいいからね。こんなの、こんなのなんぼあってもいいですからね。いや、なんぼあってもいいけど。なんぼあってもいいけど、ちょっとね、ちょっと怖い。ちょっとゾクッとした感じはある。はい、というわけで、今回、3枚目の10パックのうちの3枚が、ハルウララ。もうこの調子で5枚ぐらい欲しいよな、ハルウララ。ここまで来たらね。はい。というわけで、6パック目は、うわらーでございました。7パック目でございます。はい。もう、ここまで来たらね、もうこの先全部うららでもいいよ。この先全部、うららでもいい。この調子で、うらら全部出てくれてもいいよ。はい。まあ、でもやっぱり引きたいのは勝負服、および SSR のサポートカードの仕様も知りたいよね。SSR のサポートカードがどういう感じのさ、なんかホロと白押しって書いてあったけど、実際どんな感じでホロと白押しなのかは、見てみたいですよね。これは制服カードか。制服カードの、メジロライアン。メジロライアンでございます。この子はね、サポカのイベントで何回か見たことはあるんですけど、あんまり詳しく知らないですね。メジロの一族なのかな。メジロライアン。誕生日は4月11日。身長は163センチ。体重は、微増。筋トレ効果で微増してますよと。そう、筋トレで筋肉がついたから重くなったんで、別にね、不摂生だとか、もうデブってるわけじゃないですよっていうね、感じなんですけど、3サイズはもうバッチリと出してくるっていう、マジで闇。マジで闇です。体重は言わないけど、3サイズはもう大ピラにしていくっていうね。メジロライアンね、この、ショートカット、ベリーショートなのは可愛いですよね。ボーイッシュな感じがしてね、このポージングもすごいさ、今から運動しますみたいな感じで、こういうボーイッシュな子ね、やっぱり一定の人気あるよね。好きですね、こういう子ね。はい、というわけで、7バック目はね、メジロライアンでございました。制服カードなんですけど、まあ、ようやくね、うらら以外の、第2弾のね、うらら以外の制服カードが来た感じですね。8パック目でございます。そろそろ SSR のサポカ1枚ぐらい見ておきたいな。そろそろ SSR のサポカ1枚ぐらい見ておきたいな。そう、右手が光らないですね、なかなかね。右手が光らないみたいですね、みたいなさ。 SSR サポカが引けないみたいですね、右手を光らせてみせましょうみたいなね。それができりゃ苦労しねえんだよっていう感じの、あの手綱さんのね、アドバイスね。右手を光らせてみましょうみたいなね。それができれば苦労はしないっていうね。分かっとるみたいな。それができればいいってことは分かっとるみたいなさ。できりゃ苦労しねえみたいなね。これ勝負服じゃない？これ勝負服じゃない？これ。あ、でも知らない子だ、これ。これ知らない子だ。名称だと知らない子だ。うわぁ、何これ、スラッシュじゃん。スラッシュじゃん。うわぁ、童貞大喜びみたいな感じの子来ましたね。はぁ、めっちゃ華やかでいいね。すごく華やかでいいね、この、後ろが。背景がめっちゃ華やかですね。名称だと、でも全然知らない子だ、全然知らない子だけど、うわ、すごいガード硬そうな見た目してますね。足の先までびっちりとね、素肌を露出するところが一切ない感じだけど、そこがいいみたいな感じの、可愛いね、普通に可愛いですね。で、誕生日3月25日の、身長164センチ、体重は、一部微増と。はい、3サイズはこんな感じですよと。バスト99も3桁いきそうじゃん。やばいだろ、どう考えても。そういうのを公の場でこう発表しちゃいけませんって僕は思うんですけど、この子たちにとってはなんか3サイズで競い合うのが、もうそれが馬娘の花でしょみたいなところあるのかな。ちょっとわかんないですね。理解できない世界ですね、僕にはね。はい。いや、でも可愛いね、めっちゃ可愛いな。いいですね、背景いいよな、やっぱな、この華やかでこうビビッドな感じね。色使いもいいよね、すげえいいっすね。はい。で、この、さっき引いたね、この里のダイヤモンドとはまた違ったね、華やかさありますよね。こっちは結構ね、落ち着いた感じなんですけど、こっちはもっとビビッドな感じのね。まあ、いいですね。この勝負カードの仕様ね、これほんと最高なんですよ。ほんと最高ですね。最高すぎる。こんなもんほんと何ぼあっても困らんから。そう、何ぼあっても困らんやつしかいないからね。これ何ぼあっても困らんカードしか引けないっていう、つまり何パック買っても困らないっていうね、そんな感じの、最強の商品となっております。はい、というわけで8パック目はね、勝負カード2枚目引けましたね。名称ドトでございました。はい、そんじゃね、9パック目でございます。今回のセミファイナルパックですね。
てました。ゲリザギバズゲゲル、ゲリザギバズゲゲル、そう、これでいい結果を出すし、まあ、僕はね、うん、ダグバゼバに挑戦していくから、はい、挑戦していきますんで大丈夫だって。俺クーガだから。なんかこれサポカだな、サポカ SSR じゃないな、これさっき出た、さっき出たマンハッタンカフェ、さっき出た。今回 W 多くない、今回 W 多くない、マンハッタンカフェ出ましたね。そう、このイラストね、そのやっぱね、こう SSR、 SR のねサポートカードはね、やっぱこのイラストが一枚絵なのがいいですよね。でこのイラストのいいところはこの、このね、このマンハッタンカフェ本体が向こう向いているんだけど映り込みでねこう出ている感じのね。そうで、雨の毒草、私の毒草、あ、陰踏んでますね、うん、ラッパーマンハッタンカフェですね。さっき言った、もう全部さっき言った、全部さっき言った、同じことずっと喋ってるだけのさ、もうそれさっき聞いたよおじいちゃんみたいな感じになっちゃったけど、いやこんな何ぼあってもいいから、それもさっき聞いた、何ぼあってもいいっていうのもさっき聞いた、もう100回ぐらい聞いた、いやでも何ぼあってもいいからね、はい、というわけで9パック目はね、今回ダブリ多いっすね。ちょっと10パック買ってすげえダブってる感じする。10パック買ったうちの 1,2,3,4,5、 はい、まあこのね5枚がダブってる感じ、ちょっとダブりすぎな感じはありますけど、まあこんなんはね、ほんと何歩あってもいいですから。はい、というわけで、9パック目はマンハッタンカフェのサポカでございました。じゃあラストですね。まあぶっちゃけね、正直言って、さっきのゲリザビギーバズゲゲルは、あんまりいい結果ではなかった。なので、今回はちょっとね、ダグバ戦は保留ですね。ダグバ戦保留だけどさ、ダグバ戦やったらやったでさ、パイロキネス食らって死ぬだけじゃん。だったらね、ここはあえてダグバに挑まなかったっていうのも、まあ、戦略的な意味ではね、全然いいから、うん、戦略的な意味、対局的な、ね、観点からすればダグバに挑まなかったっていうのは、これはねある種勝者の理論だからね、はい、最後が良ければ何でもいいからさ、最後いいの引こうぜ、最後、最後いいの引こうぜ、最後はこれは制服カードですね。ちょっとなんかあのね、なんかね、もうこれの時点でもう見慣れちゃったのかな、僕見慣れちゃったのかな、なんかもうここまで出た時点で分かるようになってきた気がするんですよね。マジでうららー、ダブりすぎじゃない、ちょっとうらら含有率高くないですか今回。これマジでなんかそういうのあんの、そのレアリティ的なさ、うらら星1だからたくさん騙し出しますみたいな、そういうのあんの、ちょっと怖いんだけど、ちょっとゾクッとするんだけど、怖いんだけど、ここまでダブったの初めてですね。やば。なにこれ、なにこれ。うらら、うらら。うらら出すぎでしょ。うらら出すぎ。はい。というわけで、まあ、10パック目ね。またしても春うららでしたね。もうね、ここまで出た時点で分かるようになった。そう。この10パック開封するうちに、もうここまで出た時点で分かるようになっちゃったね。そう。戦いの中で成長するからさ。ここまで出た時点でうららだなって分かるようになりましたね。マジかよ、すげえダブってんな、すげえダブってんな。いやでもまあこんなんで、ね、何本あってもいいですからね。何本あってもいいけど、4枚はちょっとありすぎじゃない、4枚はありすぎじゃないですか。はい、まあというわけでね、今回はこんな感じでございました。はい、まあというわけで ね今回はねだいぶダブりましたね。10パック開封して春うららがね、春うららが4枚。いやでもうららさ、かわいいよ、うらら、かわいいよ、めっちゃかわいいし、すごいいい子だと思う、うん、でもそれはさ、ゲーム中の話であって、今僕はさ、ウェハースとカードの話をしてるわけじゃないですか、ね、何本あってもいいよ、そりゃね、何本あってもいいけど、いやでも SSR のサボカ見たかったな。SSR のサボカの仕様を確かめたかったな。はい、まあそれは次回に期待ですね。まあ今回はね、こんな感じの10枚に終わりました。うん、まあ、ピンク髪の濃度がね、高いですね。うらら。そのほとんどがうららだけどね。まあデジタルもね、ピンク髪ですけど、うん、実にね、こう10パック開封して4枚うららでさ、約半数がピンク髪ってね、これ偉いことですよ。偉いことですね。まあでもね、いいよ。ウマ娘プリティダービーツインエハースね、すごい最高の商品なので、もうわかるでしょ、この仕様見てさ。このね、仕様見てわかるでしょ、こんな最強のさ、カードが手に入るんですよ。しかも最強のカードを手に入れた後に、こういうね、ウェハースが、個包装のウェハースがこんなにもね、こんなにも手に入ると、もうしばらくおやつに困らないっていうね、物質的欲求を満たしつつ食欲も満たしてくれるというね、
そんな最強のね商品ですので、まあ、皆さんはねぜひともねこれ店頭で見つけた際にはお金がなくなるまで買ってください。財布の中からお金が一銭もなくなるまで、あるいは店頭にある在庫が一個もなくなるまで全て買ってくださいね。そんな最強の商品となっております。まあ、次ねボックス予約してるんで、ボックス届いたらボックス開封したいと思います。まあ、その際にはさすがに SSR のねサポートカードの使用もわかると思います。今回ほんとね SSR のサポートカードの使用が確かめれなかったっていうのはすごい残念ですね。それが見たかったところあるからさ今回ね。まあ、でもねそれは次回のお楽しみということで、まあ、今回はねなかなかね面白い結果になったんじゃないかなと思います。まあ、今後もね店頭に在庫残ってる限りねこれは開封しようかなと思っておりますので、まあ、次回のね動画また出しましたらね、その際は皆様ねぜひともご視聴していただけると嬉しいかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。